一人でできるサンスクリット文法入門編18アハム、ファラーニ、カーダーミ。この動画では主に菅沼明先生が書かれた3冊の本を使って勉強します。今後該当ページをお知らせする際には、新サンスクリットの基礎についてはそれぞれ上巻、下巻、新サンスクリットの実践については実践と省略させていただきます。サンスクリット文読解の順序に従ってノート作りをしていきましょう。では実際に1番から順にノートに書いてみましょう。原点をデーバナガリ文字で書き写します。上巻14ページセクション 1-2 音の分類および巻末の不評1、デーバナガリの処方例を参考にしてデーバナガリ文字を覚えましょう。次にデーバナガリ文字をローマ字に書き直します。デーバナガリ文字の読み書き練習ができるワークブックを Amazon にて好評発売中です。ご購入は概要欄のリンクからどうぞ。ローマ字を連上前の形にしましょう。はじめにアハム・ファラーニを見ていきます。上巻57ページセクション8-5を参照してください。前の語の語末が M で、次に続く語の語頭が子音の場合、前の語の語末の M が通常アヌスバーラになります。次にファラーニ・カーダーミの連上を見ていきましょう。前の語の語末が母音で、次に続く語の語頭が子音の場合、および前の語の語末が子音で、次に続く語の語頭が母音の場合、一部の例外を除いて連上はありません。3番の連上前にそのまま書き写します。ここで読解ノートを確認しましょう。皆さんのノートもこのように書けていますか？アハムの語幹、品詞、語義、整数各を文法書で調べましょう。上巻192ページ、セクション 41-1、括弧1、一人称の表を見てください。アハムは一人称、私の表にあります。4番の語根語幹に、マットと書きます。5番の品詞に、人称代名詞。6番の語義に、私。7番の整数括に、単数、主括と書きます。なお、一人称、二人称代名詞に性はありません。ファラーニの性、数、格を文法書で調べましょう。上巻83ページ、セクション14、括弧2、バナの表を見てください。文法書では同じ品詞、語幹の表を参考にします。ここでは、顎間中性名詞のバナ、中性名詞、森の表を使います。ファラーニと同じ格変化をしているのはバナーニです。5番の品詞に中性名詞と書きます。7番の整数格では性を省略し、複数、主格、対格と書きます。ファラを辞書で調べましょう。アプテ・ザ・プラクティカル・サンスクリット・イングリッシュ・ディクショナリー783ページを参照してください。アプテでは、母音語間の多くの名詞の性は、単数・主格の形で載っていますので、格語尾のアヌスバーラを取ったファラが語幹となります。4番の語根・語幹にファラと書きます。6番の語義に果物と書きます。辞書の引き方については、下巻641ページを参照してください。定動詞、カーダーミの活用を見ていきましょう。下巻254ページ、セクション 51-1 の公式をもとにして、
カード編みがどのように活用されているかを部分ごとに分けましょう。カード編みの動詞接頭辞はありません。語根はカード。接辞はア。認証語尾はミです。動詞接頭辞から接辞までのカードが語根です。語根、カードの品詞語義を辞書で調べましょう。アプテ、ザ・プラクティカル・サンスクリット・イングリッシュ・ディクショナリー444ページを参照してください。見出し語の次に 1P とありますので、5番の品詞に第1類パラスマイパダと書きます。1P の次の括弧内に書かれているカーダティは、現在三人称単数パラスマイパダの活用形ですので、認証語尾の T を抜いたカーダが現在語幹です。括弧内2つ目に書かれているカーディタは過去受動分詞です。過去受動分詞については下巻467ページセクション101を参照してください。語義は文脈に合わせて選択してください。ここでは食べると書きます。カーダーミの時制、認証、数体を文法書で調べましょう。下巻266ページセクション53の1、第1次語尾と第2次語尾の表を見てください。現在語幹に第1次語尾が続く場合は現在形を表します。定動詞の場合7番には時制、認証、数体を書きます。認証語尾の実は第1次語尾の表にありますので現在形だとわかります。7番の時制認証数対に現在形一人称単数パラスマイパダと書きます。ここで一つ注意すべき点があります。下巻272ページセクション56の2括弧1丸1第一種活用の動詞語根すなわち1、4、6、10類はすべてアで終わる語幹に認証語尾をつけて活用しますが、M もしくは V で始まる認証語尾の前では、アーとなるとありますので、ここでは現在一人称単数、パラスマイパダの認証語尾であるミの語頭が M のため、カーダミではなくカーダーミとなります。ここで読解ノートを確認しましょう。皆さんのノートもこのように書けていますか？シンタックス文章論1、述語。実践256ページ、セクション133の2、述語を参照してください。文において主語について何かを述べる部分を述部、あるいは述語と言い、述部の中心となるのは述述動詞であるとありますので、カーダーミのシンタックスに述語と書きます。シンタックス文章論2、主語と述述動詞との一致。実践253ページセクション133の1括弧1、主語となり得る語を参照してください。主語には原則として名詞・代名詞の主格が用いられるとありますので、代名詞アハムの8番シンタックスに主語と書きます。実践31ページセクション119の1括弧1、単一の主語と述述動詞との一致を参照してください。文中で一つの主語と述述動詞は認証及び数が一致します。シンタックス文章論3、対角の用法。実践82ページセクション123、対角の用法及び上巻77ページセクション12-3括弧2、対角を参照してください。対角は動作の対象を示し、動詞の目的語、何々を、何々に、方向、時間の継続などを表します。ここではファラーニを対角として読む方が適切ですので、ファラーニの主格を取り消し線で消します。シンタックス文章論4、主語が省かれる場合、
実践253ページセクション133の1括弧2、主語が省かれる場合を参照してください。認証代名詞が主語となる場合、動詞の語尾変化、活用そのものが主語の認証、数を明示していますので、認証代名詞は省かれることも多くあります。日本語訳、シンタクス、文章論に従って日本語訳にすると、私は、私が果物を食べますとなります。これで読解ノートが完成しました。皆さんのノートもこのように書けましたか？宿題です。お時間がある方はできるところまでノート作りをしてみてください。次回の動画で答え合わせをします。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画についてのご意見、ご感想、ご質問などがございましたら、コメント欄にお願いします。すべてに目を通し、今後の動画作りの参考にさせていただきます。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。